こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて新たな不具合が1点追加されていますので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速内容を見ていくんですが、こちらですね。バフバロが繰り出す岩焼きに状態以上のアイコンが表示されるっていう不具合がね、今回追加されていまして、まあ、不具合のね、詳細を見ていくんですが、 バフバロが繰り出す岩焼きに状態以上の属性がついた武器の攻撃が当たると状態以上の蓄積が発生したことを示すアイコンが表示されますっていうことでまあこれがどういうことかっていうとあの毒属性武器ですねとかま麻あ痺あ属性武器とかあると思うんですけどああいったので通常モンスターをね攻撃した時はダメージ表示と一緒にまあ状態以上のね蓄積が発生した場合はそのエフェクトが出るんですけどもまあそれがねバフバロに関しては岩焼きとかにもね出てしまいますよっていう不具合 が今回ね発表されています。 で、ステータスに関してはバージョン77のアップデートで修正予定ですっていうことになっていますので、まあ、おそらく次のねアップデート待ちですねであとはなお表示上の問題であり岩や木は状態以上になりませんまたバフバロにも状態以上は蓄積されておりませんっていうことなのでまあ、エフェクトはね出るけどまあ、もちろん岩とかね、木が属状態とか、まあ、非状態になるってことはないですしさらに言うとバフバロ本体にもねこれは蓄積はしないみたいなのでまあ、そこはね気をつけていただければなと思います 思いますでそれ以外に関しては特に今回ね新しい不具合の追加とかアップデート情報はありませんでしたので今回のコミュニティフォーラムの更新はこれ一件のみですねとなっていますということで今回は新たに追加された不具合についてご紹介させていただきましたこれからもモンハンナウの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録・高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ